やってですね、はい、倒せるかっていうところがですね、タイソンにとっては自信になると思いますね。なるほど。なかなか不気味な表情を見せております。キューバ出身、そして現在マイアミに住んでおります。アメリカに居住しております、ホセ・リバルタが紹介されました。まあ、このリバルタっていうのはですね、昨年ボーンクラッシャースミス、はい、マービス・フレイジャーと戦ってですね、勝者の判定負けしたんですけれど、強いパンチ受けながら最終回まで持ちこたえたんですね。タフガイです。そしてまさにヘビー級の歴史を作るセンセーショナルボーイ、マイク・タイソンが紹介されました。180センチ、今日のウェイトが 96.8 キロというマイク・タイソン。1ページ1ページその新しいヘビー級の歴史に書き込みを加えてまいりました。マイク・タイソン、いよいよそのハイライト、世界タイトル挑戦も目前のマイク・タイソン、どうしても今日はこのリバルタを相手に腰を落とすことはできません。まさにタフ&テクニシャンといったホセ・リバルタ、アメリカ。さあ、20歳のタイソン・リバルタが23歳、毎度申し上げておりますが、18センチの身長差、マイク・タイソン、このマイク・タイソンと相手の選手との身長差っていうのは毎度ついて回る話でね、はい、タイソンがその身長差をどういうふうに克服するか見どころですね。はい、25勝してですね、2つだけ判定勝ちやってるんですが、それがともに長身選手なんですね。あーまあ、ヒリス、ミッチ・グリーン、長身選手に弱いんじゃないかっていう声もあるので、ここは倒したいところですね。さあ、注目してまいりましょう。白いトランクス、長身198センチのホセ・リバルタ、さあ左体がリバルタ、リバルタがスタート直後からフットワークを使いまして左を伸ばします。じわじわと押し込んでいきます。距離を詰めていきます。マイク・タイソン、今日も例によりましてこのヘビー級の歴史を作る男マイク・タイソンは黒いトランクス、そしてノーソックスであります。黒いダイナマイトですね。まさにそんな感じ。距離を詰めた、胸がぴったりと合いました。バトスルフィーがフリーバトルであります。本当に頭一つ身長が違いますね。このところ早いラウンドの KO 勝ちの続いているマイク・タイソン、果たして今日はどうでしょう。まあ、この前のマービス・フレイジャーの試合なんか30秒ですからね。1ラウンド始まったらもう終わってしまいましたから。タイソン体振って出てますよ。左を持っていきました。右はちょっとフェイント気味、マイク・タイソンと左を破りました。破りましたのがリバルタ。タイソンとしては接近戦に持ち込んでですね、ボディ叩いて動き止めて、それで決めたいんですね。相変わらず低い姿勢、そして右左をコンビネーションした接近戦で大きくスイング目のパンチを連打持っていきました。コンビネーションしましたマイク・タイソン。リバルタとしてはもっと足使うかですね、ジャブで止めないとダメですね。戦う男に余計なものはいらないというボクシング哲学を持っておりますマイク・タイソン。非常にシンプルなトランクス、そして全く無駄のないボクシングシューズ、右のボディフッククリーンヒット、マイク・タイソン。そして今度は左だ。マイク・タイソンの鋭いパンチはこの左のフック、そして右のアッパーカットローであります。もつれました、混み合いました。マイク・タイソン、まあ、リバルタっていうのはキューバ出身でですね、キューバ出身のボクサーっていうのは強いボクサー多いんですよね。キッド・ギャビラン、ホセ・ナポレス、シュガー・ラムス、ルイス・ロドリゲス、そういう選手のですね、後継者でもあるんですね。さあ、目つきが変わってまいりました。マイク・タイソン、マイク・タイソン、世界ヘビー級10回戦第1ラウンド、残り10秒を切りました。タイソンの方が攻めてますけれど、リバルタはですね、クリンチがうまいんで、抱え込んでますね。もうほとんど時間がありません。第1ラウンド、今終了。リバルタ陣営の中セコンドはクラークですか？そうですね、デーブ・クラーク。デーブ・クラークね。トレーナーですね。はい、一方、マイク・タイソンの中セコンド、今日もケビン・ルーニーがついております。はい、第2ラウンドに入りました。マイク・タイソン、
ック98センチ、2メートル近い長身のそのリバルタが大きなステップでバックステップ、後ろへ下がります。ロープを背負いました、午前リバルタ。下から盛り込もう、突き上げようというマイク・タイソン。まあ、タイソンの得意のパンチは右アッパーですからね。だからショートレンジにならないように、リバルタ突きはできるだけ足使って距離取ってるんですね。何か非常にこう戦う機会、はい、まあ、日本のこう歴史上の剣豪でいうと宮本武蔵にイメージがダブるような感じのするマイク・タイソン、やはりあの勝ったことの精神がそういった影響を与えているんでしょうかね。そうですね、非常に自分を律してですね、徹底してリングに上がってます。なかなかいい選手ですね。長い腕でマイク・タイソンを突っ込んでしまいました、ホセ・リバルタであります。下がりながらまた左を飛ばします。左を飛ばしますのがリバルタ。前へ前へ距離を詰めていきますのがマイク・タイソン。第1ラウンドはマイク・タイソンが抑えています。リング上第2ラウンド1分15秒を回ったところ、どうです、今までの動きの中で今日のマイク・タイソン18センチの身長差悩んでるような、いえそれはありません、印象はありませんか。はい、ただですね、クリンチがうまいんですね、リバルタは。だから入ってくるとグッと上から抱え込んでしまうんですね。わーっと左だ、このパンチはどうか。まだクリンチ、ちょっと長い腕を使います。リバルタであります。ちょっとキレが悪いですね。タイソンは体振って入らないとダメですね。リバルタ、リバルタ、リバルタ、タイソン得意のパンチ、リバルタ、ダウンを奪いました。タイソン下から攻めないとダメですね。攻めに持っていくことができるかどうか、マイク・タイソン。もう残り30秒を切っています。25秒を切りました。第2ラウンドであります。ガンチ右を振り落とした、しかし届かない。リバルタ何を復活にあった、そして右のコンビネーションに何を返した。いずれもマイク・タイソンのパンチであります。また左にボディック、マイク・タイソン。ちょっと動きが止まりましたか。ボセ・リバルタ、上まで返さないとダメですね。この第2ラウンドダウンをしております。今第2ラウンド、タイソン自身はベストパンチは左と言ってるそうですけど、この右のアッパーも素晴らしいパンチですね。いいパンチですね。ここでですね、まず脇腹打つんですね。それでガード下げといてインサイドからこれですね。もう何かこれがアッパーだというような感じの、はい、右の突き上げる素晴らしいパンチ、ホセ・リバルタ。198センチ、長身のリバルタが崩れるように体を折るようにしてダウンをいたしました。そのシーンが見られた第2ラウンド、そして今試合は第8ラウンドに進みました。まあ、あのリバルタはですね、クリンチがうまいんで、あの3回以降ですね、あのタイソン攻めてるんですがなかなか倒しきれないですね。今年5月のあのビッチグリーン戦判定で勝ちました、はい、そのグリーン戦に続きまして久しぶりの長いラウンドに突入しておりますマイク・タイソン。なかなかやりにくいですね、この選手は。体は柔らかいですしですね、潜り込んでくるともうクリンチですから。さあまたロープを背負いました、ボセ・リバルタ。サイドステップ、そのタグであるテクニシャンである長身、なかなか捕まえにくいタイプのホセ・リバルタをマイク・タイソンがどういったところから突破口を見出しますか。さあまた接近センター、やはりボディ攻めてルディバトル、ボディ攻めて相手のガード逆に叩いた。リバルタ、さあいた、バシリー、タイソンの右アスピスが攻めました。あ、また大きな山場を作ることができるかどうか、この第8ラウンドでやります。十分に残しているマイク・タイソン、世界タイトルの挑戦決定、その前哨戦対ホセ・リバルタ戦、今日の試合なんとしても KO でリバルタを下したいタイソンの今日のこの試合であります。いい当たった、そして連打効いてますよ。連打が、動きが止まった。リバルタ効いている、
ディバルタが体をぐっと前へ押し出すように預けていきました。左のジャブを左ダウンを取りました。カウントを入れました。第2ラウンドに続いてこの第8ラウンド、この試合2度目のダウンを喫しました。5戦リバルタであります。さあファイティングポーズを取った。フィニッシュすることができるかどうか。第8ラウンドの15秒を残しているマイク・タイソンだ。あと10秒だ。さあどうか。リバルタ疲れてますよ。リバルタも疲れた。相当にパンチが効いています。タイソンがまた距離を詰めていく。そして連打だ、連打だ、連打だ。第8ラウンド終了のゴング。第2ラウンドのダウンと第8ラウンドのダウン、マイク・タイソン同じダウンでもこうちょっとパンチの感じが違ったんじゃないですか。そうですね、8ラウンドちょっと体の振り方も甘いですね。ちょっと大きくやると雑ですね。マイク・タイソンそうですか。今みたいなバランスが悪いですね。なるほど。目のいい選手だったらああいうパンチ空振りするとカウンター取られますね。なるほど。さあ、顎上げてますよ。それにしてもこの試合2度目のダウンを第8ラウンド奪いましたマイク・タイソン。試合は第9ラウンドに進みました。2ラウンド、8ラウンド、今一歩ですけど倒しきれませんね。それにしてもヘビー級の歴史を作りつつある男をマイク・タイソン、なんとまだ20歳です。はい、まあ、6月30日までですからね。20歳と2ヶ月なんですね。でヘビー級史上最も若い世界チャンピオンは自分の兄弟子でもあるんですけれども、だから11月、はい、バービックに挑戦、もしタイトルを取れば史上最年少ヘビー級チャンピオン誕生ということになります、はい、さあ、聞いてます、聞いてますよ。また体を預けていきました。抱きつくようにして体を預けていきました。リバルタであります。相当ダメージが蓄積されましたね、リバルタ。今の感じも良かったですね。聞いてましたから、もう体を預けてきましたね。こうなりますとマイク・タイソンがいつ仕留めるか、いつリバルタを仕留めるか、そこに興味が集中してまいりました。左手ボディを叩いたマイク・タイソン。タイソンの得意の攻撃パターン。さあ、また前へ出ていきます。いきなり右を多く持っていきましたのがマイク・タイソン。リバルタの手数がぐっと少なくなってまいりました。これまで2度のダウンを喫しております。ホセ・リバルタであります。相手にもあの出すパンチがないんでですね、タイソンもまっすぐ行けるんですけど、もっと丁寧に体を振ってですね、サイドから攻めないとダメですね。真正面から歩いてきてるでしょ。はい、接近戦で右を一つ、やや後頭部でしたが、タイソンのその頭のあたりに持っていきました。リバルタ、リバルタっていうのは本当に刺身のいい選手ですね。じゃないですけど、こうして脇に手を入れてですね、すぐクリンチしてしまいますね。実に現地では27センチ上回ります。ホセ・リバルタであります。この第9ラウンド再開、持ち寄るシーンが大きく見られます。あっと左、ちょっと正確さを欠いておりましたマイク・タイソンの左。ああいう単発の左フックよりですね、ワン・ツー・スリーとか3つ目で左フック当てるようなパターンの方がいいですね。で下打って上打ってもう一回下返すんですね。ちょっとサウスポースタイルにステップが変わりましたが、またオーソドックススタイルマイク・タイソンであります。しかしこうして見てるとリバルタ最短のダメだと思うようなところに崖っぷちに立たされながら老快にこう時間を稼いだり、はい、腕を回してじっと持ちこたえてますね。なかなか試合巧者ですね。第9ラウンドも残り5秒を切りました。この第9ラウンドもリバルタどうやら押しこたえました。今第9ラウンド終了ランティックス、このトランプカジノホテルのお客様にとってはちょっと不満か、ややマイク・タイソンにとっては珍しいブーイングが飛んでおります。最終ラウンドに入りました。あの休憩時間にセコンドのケビン・ルーニートレーナーに勝って入れられましたね。倒してこいって言われた。リングの中央だ。また長い腕を回しましてクリンチに行きましたリバルタであります。果たしてこの最終ラウンドにもつれ込みました今日のマイク・タイソン、そして5戦リバルタの10回戦マイク・タイソンがラストラウンド、お客様が拍手喝采というその KO シーンを作り上げることができるかどうか見下ろましたマイク・タイソン。タイソンの方があのクリンチを自分から抜かないとダメですね。
相手にクリッシュ、逆に右のアッパー決まった。リバルタタイソンがパンチを食いました。まっすぐ入ればああいうパンチを食らいます。そうですね、やや今日はいつも対戦に。あ、今ガッツポーズスタイル、はい、タイソンちょっとディフェンス面の甘さが入ったのもいいようですね。ちょっと攻めが立ってですね、はい、だからここまで持ってしました。ラストラウンドの一本のアッパーだ。リバルタを捉えました。尻餅をつくように進みました。オセリバルタ、リバルタダウン、ダウンラウンド、ファイティングポーズを取った、ファイティングポーズ取った。